はい、どうも、荒木太です、今日取り上げる論文はですね、池田誠さんのロールズの功利主義批判と人格の区分の重視、2010年の論文です。ロールズの正義論は、功利主義を、一つの大きな敵にして、それを批判して、自分の、なんていうか、立場を立脚させたってことで知られているんですけども、その内容、内実とは、どういうものだったのか。とりわけ、ロールズは、後年の、なんか、叙述なんか見てみると、そこまで功利主義を敵しているようには見えない。では、正義論における功利主義批判とは何だったのか。そこには、政策レベルではなくて、道徳理論における根本的な相違があったのではないか。そういう話をしています。で、ロールズが標的にしているのは、純粋に量的、つまりプラスマイナスで、なんていうか考えていくタイプの快楽を、そして苦痛が、マイナスなわけですけども、快楽、苦痛。これの、プラマイが大事なんだよっていうようなタイプの、功利主義であるというわけですね。で、そういうタイプの功利主義は、社会全体の快の最大化を、目指すために、普遍の、つまり偏りのない観察者なるものを、ちょっと置いて、その管理者の下で、快楽の、分配をしていくと。そういうふうに考えていくわけですけども、そこにまさしくロールズの批判のポイントがあっただろうと。つまり、そのことはロールズからしてみると、個々人の人格を融合しちゃって、人格の区分を重視してないっていうことに、なると。で、ロールズ的なリベラリズムは、そういったことは取らない。つまり、人格ってものをちゃんと、区分して、従事しなきゃダメなんだっていうふうに考えるわけです。つまり、ロールズ的なリベラリズムと、功利主義は、時に帰結において同じことを言う、同じことを主張することもあるんだけども、しかし、その正当化の、道筋、やり方が違うんだ。そういうことを言うわけです。で、そこで、池田さんはですね、ラディンっていう人の、ロールズ論を引いて、その、さらなるロールズの、その、正義論の性格を、なんていうか、明らかにしているというわけです。で、ラディンは、その、なんていうか、功利主義との対象の中で、4つのレベルを解することで、ロールズ正義論の、特徴が見えてくるだろうってことをやっていると。で、第一のレベルは、正義原理の内容において、功利主義とは違うと。つまり、ロールズの正義の二原理っていうのは、人格の区分っていうものを大事にするから、功利主義とは違うんだ。そういう話をしている。第二のレベルでは、論証の仕方において違う。つまり、功利主義ではさっきも言ったように、解っていうものをちゃんと的確に計算して分配できる支配者。さっきの言葉だと、観察者なるものを、想定して、それに従おうという、アイディアなわけですけども、そういったものを、その、ロールズは用いないわけですね。第三のレベルとしては、道徳の主題観において、差異がある。功利主義の場合は、何を生じさせるべきか、一種の結果、帰結主義みたいなものを取るんだけども、しかしロールズの場合は、どんな関係を生み出すべきか、そういう、なんていうか、人と人との間の、この関係性に、焦点があって、それは、大きく主題が違うだろうという話になっています。で、そして最後に第4のレベルにおいては、理論の寛容性に関して差異があるんだ。そういう話をしている。つまり、ロールズは、これはとりわけ、より後期の政治的リベラリズムにおいて顕著なんですけども、自分の考える正義論なるものが普遍的で、絶対的な真理、っていうふうには、どうやら思えない。いろんな考え方の人と、合意を重なり合え、会いながら、構築していく方が、いいんじゃないか。プラグマティックな、方向だっていうふうにも言われるんですけども、そういう考え方を出している。対して、功利主義は、
先ほどの、まあ、観察者でも、支配者でもいいんですけども、そういった、なんていうか、人々の間から一種浮いたね、超越的な、神級みたいなものを設ける、わけ、ですね。で、そういうふうに考えてみると、功利主義の方は哲学的なエキスパートみたいなものを、用いるのに対して、ロールズの方はそういうエキスパートを用いない。まあ、こういう対象があるだろうという、まあ、話を、まあ、ラディンはしていると。ただ、まあ、池田さんは、この最後の第4のレベルですね、その ラディンの第4のレベルに対しては、ちょっとそれ変なんじゃないのっていうことを言うわけです。つまり、功利主義も、なんていうかな、エキスパートっていうか、ある種の専門家が出すっていうよりも、様々な情報とか、駆け引きっていうか、まあ、譲り合いの中でやっていく道徳理論だったのではないか。まあ、そういうふうに考えてみると、もしかしたら、まあ、ロールズの、まあ、正義論と、功利主義が、まあ、手を結ぶような、そういう可能性も、その、なんていうか、定義論の中には残されているのかもね、と。で、まあ、これは実際に、そこまで、敵、ロールズの、ロールズが敵視しなかった、そういう事実とも、まあ、関係しているように見えると。まあ、そういう意味で、まあ、ロールズ定義論の、まあ、再読っていうのは、まあ、今なお大事であると。まあ、そういう話をしています。また、ロールズのことをなんか勉強しようかなっていうふうに思っていて、まあ、で、取り上げてみたんですけども、まあ、勉強になりましたね。はい。では、宣伝のお時間です。本が出ました。マツシー出版社ですね。今日は、第2部の3つ目のパートである、人間のクズ、テックスのクズに触れておこうかなと思いますが、この、パートとですね、後続する宮本百合子の話は、すごい短いもので、まあ、某雑誌に出したものなんですが、まあ、一応、初集しておこうかなと思って入れました。まあ、吉本龍明がね、統制歌詞に出てくる、伊藤っていう女性、党員。まあ、彼女のことを、人間のクズっていうふうに今言っていてですね。まあ、それに、端を発して、しかし、まあ、クズこそが、この世界で最も大事なものなのだ、みたいな。まあ、そういうことを言っている。まあ、そんな、論考というか、エッセイというか、まあ、そんな感じの文章です。というわけで、今日の紹介は以上です。ではまた、次回。